はい、皆様こんにちは。うぐいすじんべいです。今日は2020年の8月の31日です。この間の桑の葉サンドを投稿してからね、1、2回食べたんですけど、今日はまた久しぶりにちょっと時間があるので家でね、桑の葉サンドを食べたいと思います。じんべいさんはいつもね、救急ショップとかでとにかく日が近くて安くなってる食パンがあるじゃないですか。これを何個かまとめて買ってきて冷凍庫入れちゃうんですね。で冷凍庫入れてもう食べる時に出せばもうふわふわですから、これ今だちょっとね10分ぐらい前に出したんですけど、6枚切りのパンをここに今3つ置いたんですけど、でとにかくあり合わせのものを何でもいいからいろんな種類を合わせる方が健康的にバランスがいいんですね。この白いパンっていう この白い米とか白いパン自体でもこれではっきり言ってバランス崩れてるんです。だから本当はこういう白いパンを食べないで、厳密に言えばね、全粒粉の小麦を使ってるものだとか、ライ麦が入ってるものだとかね、雑穀米が入ってるパンとか、本当はそういうのが一番いいんだけど割と高いじゃないですか。ですからまあ割とやっぱり皆さんがね、一生懸命食費削ってる人も多いですから、そういう場合はいろんな種類のものをこう合わせて食べると栄養バランスがいいんですね。ですからジンメさんはよく買ってくるのがやっぱりこうピーナッツとかですね、それから干しぶどうですね、レーズンとかで、この間きな粉使ったでしょ。きな粉もいいんですし、あとごまをふりかけてもいいし、でたまたまちょっとこれ100円のベビーチーズっていろんなのあるじゃないですか。すごい種類あるんですよ。カマンベールがあったり、うん、これはアーモンド味のベビーチーズで、これはオーソドックスなね、プロセスベビーチーズとか。で、こうやって家にあるものを何個か何種類か合わせて、最終的にはこの桑の葉っぱ、これうちで採れた桑の葉っぱなんですけど、実はね、もうガレージの横からもう切っても切っても1ヶ月でビョンビョン伸びてきてすごい困ってたんですけど、いつもこれ食べたいなと思ってたんですけど、やっとこの間ね、の投稿の時から食べ始めて、ほらこれ3枚の切り身で、大体でもこれ細いのでノグワに近いんで、あんまりなんて言うんだろう、こう大きな葉っぱみたいな感じの柔らかさよりはちょっとごそっとしてるんですね。ちょっとツヤがなくて、まあこれ水で洗ったんで今ちょっとピカピカしてますけれども、まあこんな感じですね。でこれが息子がなんか昨日作ったスパゲティのソースで残ったやつで、さらにマカロニかなんか作ってみんなが食べた後の残り物です。まあこんなものがあったり、まああとは実はマーマレードってみかんの皮が入ってるからとてもいいんですね。これね、うん、ですからまあこれをつけたりですね。はい、では今日はまああとね、さっきもお店でみたらし団子半額になってました。でクリーム塗ったりちょっと甘みがあるといいんで、この実はみたらしのこのタレだってジャムの代わりになるんですよね。だからこんなのを一回買ってきておきました。はい、今日は、マーマレードを塗って、ちょっと作ってみますね。はい、まずこうやってマーマレードを、パンの、ジンベさんはね1枚2枚そのまま重ねる場合だったらまあ全面に塗るんですけど、本当は1枚で食べるんだったら半面だけ、片面だけ塗ればいいんです。時間も手間も節約できますからね。こうして半分にジャムとかクリームを塗ります。はい、そこに今の、100円で買ってきたレーズンですね。もうね10個も置いたら十分でしょう、ね、ブドウなんていうのはもともと生だったらもうすごく大きい方ですから、ね、この10倍ぐらい もっと大きいですかね。それがこんだけ凝縮されて干しブドウになってますから、こんなのはたくさん取る必要はありません。はい、それからこのバターピーですね。バターピーもだいたい10粒ぐらい乗せればいいかな。ジンベイさんはいつもね、ピーナッツクリームとかつけるときに、ピーナッツクリームよりも、だけだったら全然ピーナッツ少ないと思うんで、このバターピーとか買ってきて、粒を一緒にね、バーッと乗せて、カリカリと噛んで食べるんですよ。はい、実はバターピーっていうのはね、塩水につけてから、なんて言うんだろう、揚げてるっていうか、うん、まあ一応いってあるんで、だから、こう、粒と粒の間にですね塩が入ってるんですよ。でしょっぱいので、バターピーってほんとしょっぱいからあんまり良くないんですね、食べ過ぎると。だからジンベイさんいつもこれ今2つに割って全部水洗いをしてます。水洗いをして塩を取りました。でこれをここに乗せましょう。
ね、すごいね、レーズンパンと、すごいというかひどいというか、レーズンパンとピーナッツパンですね。ピーナッツ味と。まあ、ゲテモノのように見えますけどね、でもお腹空いてると美味しいんですよ、はっきり言って。お腹空いてたらね、何でも美味しいの。本当のこと言って。はい。これで今3種類乗せましたよね。で、ここにクワの葉っぱを乗せればもう4種類。もう2種類でもいいんで、うん、本当は多い方がいいんですよ。多い方がいいんですけど、ここにさらに、今日はちょっとね、ここに、ベビーチーズもちょっと入れようと思います。で、こんなね、ちっちゃなベビーチーズ、こんなの、1個食べればもう十分ですから、もうこの10倍ぐらいの、あの牛乳の量からできてますからね。はい。これをまあ剥いて、ここに刻んで乗せますね。はい。今、簡単にこうやってね、赤いのがついてて、つまみをね、引くとね、こうやって簡単に剥けるようにできてるんですよ。はい。このチーズを、まあ、大体5ミリぐらいの長方形に1個を切りました。まあ、これだけにできましたね。で、これも乗せましょうか、ピーナッツとね。ピーナッツ味とチーズ味ってどうなんだかわかんないけど、それはまたそれで楽しみです。でね、チーズなんてね、ほんのちょっとあればもう香りがして美味しいですんで、もうはっきり言ってね、こんなの皆さん食べ過ぎですよ。あのとろーりしたチーズを1枚にかっぽりつけたりね、1、2、3、4、5、もう5粒。もう5粒入ってればいいじゃないですか。6粒も入ってればもう十分だと思います。これで香りのいい美味しいサンドができると思いますよ。はい。ではそこにクワの葉を乗せます。よいしょ。これはね、野グワだからすごいでしょ、切れ込みが。こういう感じで今先っちょの葉柄、あ、これ食べれるな。あ、割といけます、食べれるわ。絵は取らないです。これね、割と柔らかいいい新芽なんで、こうしてこれで2枚ですね。1枚2枚。それでね、皆さんも経験あると思いますけど、こんな甘いものばっかりね、ジャムとかばっかりしてたらやっぱ気持ち悪いでしょ。だからレタスとかやると爽やかでしょ、ちょっとほろ苦くて。それと理屈は同じです。つまりこの桑の葉っぱもちょっと青臭いっていうか、苦くはないんですよ。でもそのような雰囲気の香りがするので、今これ1、こうやってね、バランスよく右左、これで2枚でしょ、これで2枚でしょ、これで3枚でしょ、これで4枚。はい。これを畳んで食べましょう。はい。こうしてね、こうして真ん中を折って、こうして畳みますね。はい、こんな感じ。ちょっとジャムがちらっと見えますね。美味しそうに見えますか？見えない。はい、角からまずかじりました。うん、ピーナッツはちょっとゴリゴリしますけど美味しいですね。はい、もうしっかりと噛んで、干しぶどうがちょっと見えてますね。ピーナッツも見えてます。よく噛むとチーズの味とかピーナッツの味とか分かります。はい、今度はこの1枚目は食べちゃったんで、今度はマカロニを乗せて食べようかなと思います。はい、その上にまあスパゲティ関係だったらやっぱりチーズが合うかなと思いますね。3、4、まあ5粒も乗せればいいでしょうね。あとね、こんなあり合わせのね、サラダのドレッシングとか、あとはこんなマヨネーズとかもちょこっとつければまた風味が良くなるんですよ。うん、いかにも洋風ですよね、こんなのやるとね。ちょあうかけすぎ。はい、ちょっとじゃあこの今のドレッシングをかけました。キューピーだって、ジンベエさん小さい時キューピーキューピーって言われてたんですよ、おでこ広くて。はい、これにかけました。ではそこにさっきも 5枚かな乗せたの。はい、また1枚ずつ。これは葉っぱの柄って書いて葉柄とか葉柄とか言いますけどね。これは葉っぱの、よいしょ、今度はこっち角にね、こういう風にして、で今度はどうしようかな、真ん中3枚、
4枚載せました。これをまた半分に畳みます。はい、こんな感じですね。はい、これをいただきます。今度はね、甘いものを入れてないので、甘いのとしょっぱいのと混ざってもなんか変なんでね。こうして下までざっくりとゆっくり噛みますね。ざっくりと、うん、おいしい、うん、なかなかマカロニの見通しがいいですね、うん、おいしいですよ、うん、うん、おいしいです。はい、ジンベエさんは今食べ終わりました。それであと1枚ね、食べようと思いますけど、まあそうですね、今感じとしてはやっぱりこっちのチーズとマカロニとピーナッツ乗せようかなとドレッシングでもう一回作って最後の1枚を食べますけど、その前に今朝クワの青汁を作ってたんですね。子供の分と私、あの3個作ってて、子供の分と、うん、で1個残ってるんで、これジンベエさん飲みます。朝のクワの青汁です。でこれは子供向けに作ったんで、あのガサも全部あのザルでこしてあるんで、まあ滑らかなやつです。ジンベエさんはいつもこさないで飲むんですけど、これは朝作っといて冷蔵庫に入れといたものです。でね、見てわかりますか、これとろみがあるんですよ。ほらポタポタでわかるでしょね。なぜか知らないんだけど、クワの青汁というか、まあ、クワの葉っぱってとろみがあるんですね。あの本当モロヘイヤによく似ています。はい、でこれを一杯飲ませていただきます。はい、とっても美味しいです。全然苦くないです。ほんのりとやっぱりモロヘイヤの香りがしますね。とっても美味しかったです。はい、ということで、今日はあり合わせのものを使ってね、自分で工夫して2種類3種類4種類合わせて、そしてこの桑の葉っぱを乗せて食べましょうということで、今日の桑の葉サンドは以上です。ご視聴ありがとうございます。じゃあね。はい、それでは今度、今日さっき昼間にやったんですけど、夜に、みたらし団子が安く売ってたんで、これをちょっと使って桑の葉サンドを作ろうと思って、家に置いといたら子供たちが団子を食べてしまって、最後の一本になってしまいました。味付けどうしようかなと思ったら、ちょっと和風調がいいかなと思って、やっぱりこれきな粉をまぶしてですね、まあごまも合うかなということで、うちに、いったエゴマって言ってます。これエゴマですわ。あ、すいません、普通のごまじゃないよ、これエゴマパウダーですね。あの知人にもらったちょっといいやつなんですけど、まあ、これがちょっとね、この間蓋開けたばっかりで、エゴマはね、ごまとはちょっと違うんですね、うん、あのシソの仲間の種なんで、うん、まあいいや、僕はごまだと思ったんだけど、まあいいや、エゴマ、名前は似てますけど、ものは全然植物は違います。でこれにきな粉とエゴマをまぶして、それからね、生くるみのね、砕いたのが、これこの間安かったんで100円で買ってきたんですよ。これもちょっと入れてみましょうかね。まあ、こんなんでちょっと作ってみますね。そこにこの桑の葉を乗せます。はい、きな粉をまぶしました。っていうか、あの一列になって海苔巻きのようにしようかなと思って、はい、そこにさらにエゴマのパウダーを、割と黒いですね、うん、種黒いですね、いいんですよ、こうやって黒いの入ってる。何でも白いよりも茶色とか黒の方がいいですからね。これをまぶして、なんかむせそうだな。はい、そしてくるみですね。まあくるみもね、あの和菓子なんかにはよく入ってるんで、まあちょっといいかな、相性はみたらし団子と合うかな、あんまりいらない、こんなもんでいいかな、割と入りましたよ、ね、わっ、むせそう。ここに洗いました。うちのね、庭に生えてたノグワなんですけどね、これ隣の方にね、ちょっと隣の家のね、駐車場まで張り出しちゃって、ほんと迷惑の、だから今いっぱい切ってきたんだけど、見てこれ、あー
こんないっぱいどうしましょうっていうぐらいたくさんあります。はい、ということで、肝心なことを忘れてました。団子の串を抜かなきゃいけなかったです。まあいいや。とりあえず1、2枚でしょ。これで3枚でしょ。でね、この句はね、切れ込みが深いからね、あんまり実質量がないんですよ。4枚でしょ。5枚でしょ。うん。6枚。こんなのね、6枚あっても大したことないんですよ。6枚。もう一丁いくか。7枚。よいしょ。ちょっと枯れ草がついてる。よいしょ。7枚乗せました。で、これをどうするかっていうと、怖いなぁ。粉こぼれるだろう、これ。と思うんだけど、ただ濡れた桑の葉っぱをつけたから、まあ、なんとかなるかな。よいしょ。半分にして、よいしょ。で、このまま押さえたまま、ちょっと、ジンベさん今、撮影してるから、片手が離せないから、下手くそですいません。一旦止めますね。で、ギュッと押さえたまま、左手でこの串を抜きますから、少々お待ちください。はい、折り曲げました。ひどいことになりました。折れ曲げたところからパンが2つに割れて、きな粉とえごまの粉が下にこぼれ落ちました。ありゃま。でもね、これはこれで何とかしましょう。うん、みたらし団子とくるみときな粉、相性いいですね。美味しいですわ。うん、中にみたらし団子が入ってるの思い出しました。出てきましたね。とってもとっても人には勧められない料理です。自分で食べるならいいですけどね。ぜひ皆さんこれを見本にしてもいいけど、手本にしないでください。ただこれだけたくさん葉っぱ、まあ、8枚乗せましたけど、全く違和感ないですね。まあ薄い葉っぱなんで美味しいですよ、やっぱり。うん、美味しい。本当のことを言えばね、青汁を作るのもいっぺんにいっぱい食べれるからまあいいんですけど、30枚とかあっという間にね。でも本当のこと言えば、こういう桑の葉が山ほど新鮮なのがあって、しかも柔らかくて薄いんであれば、1回のサンドイッチで、まあこれはちょっと小さい葉っぱですけど、10枚やそこら、今8枚乗せたんですけどね、何でもないんですよ、8枚あっても。本当はこんな感じで1回に10枚ね、もし3枚このサンドイッチ食べれば、これで30枚じゃないですか。本当のことを言えば、青汁にして電気使ってガーってやるよりも、顎を使ってよく噛んでこういうものを直接食べた方が本当はいいんです。ただ時間的にちょっと噛むのに時間がかかるし、まあ、手間もかかるのでね、まあ、青汁で朝ガーってやるのがとっても早いんですけども、顎を使ってこうやって物を噛むってすごく大事でいいことなんですよね。はい、だいぶね、とんでもないことをジンベさんやってますけどもね、これ残ったやつ、これくるみとえごまときな粉かけて食べますけどね、とんでもないことをやってるようですけど、もしいざ災害とかあった時にね、やっぱりこう 流通が止まって野菜なんかないという時には、どっかから支給されるパンとかそういうものがあってもね、やっぱり野菜っていうのは困ると思うんですよ。そんな時にこうやって野に生えている桑を食べれるとか、普段から食べていたら全然怖くないですよね。で、今野菜がすごく高いとか天候不順でも、桑っていうのは根が深いから、干ばつにあっても何があっても干からびたりしないんですよ。すごく根が深いから。私掘ったことあるんですけど、ね、もうとんでもないですね、オレンジ色の根で。でこういう生命力があって、しかも栄養があって癖のないね、桑の葉っぱですね、まあ、これをですね、こういう風にして、まあ、食べ物が豊かな時にこんなことをしてると、皆さんなんだこいつはと思うかもしれませんけど、本当のことを言えばこういうものを食べれるということはね、いざという時に強いんですよ。ですから普段からこういうのをちょっとね、ジンベイさんのこの映像を見てね、練習して時々召し上がってみたらいかがでしょうかと思います。
もう最後の一口目になりました。ね、どんなものでもいいですから、もうこんなね、粉吹いてきな粉とか、こんなごまのごまの粉末とかね、むせちゃう人ですけど、でもむせなかったですよ。これで牛乳でも飲んで、麦茶でも飲んだらいいんじゃないでしょうか。はい、これで最後にお皿にこぼれたきな粉とエゴマと、くるみの砕いたやつをね、これ最後スプーン一杯だけ食べておしまいにしちゃいますね。うん、ごちそうさまでした。皆様どうぞ見本になすってくださいね。手本にしなくてもいいので。ご視聴ありがとうございます。美味しかったです。じゃあね。